2投目で落ち始めて、はい、3投目で下一面これ B、 B、 これ C ですね。C、なるほど。3種類作っていただいて、 A が本当に爽やかな、一口入れた瞬間にもう桃の感じが鼻にファッとこう通るような、そんな感じの爽やかな甘い可愛いコーヒーで、 B が、もうストロベリーとかベリー系の感じがガツンとくる、もうずっと長く甘く続くような感じで、 C がですね、本当に最初柑橘系のこのグレープフルーツみたいなのが最初パッとくるんですけど、後でじわーっとこの黒糖とかそっちのこのフルーツとか甘さの方にこうずわーっとこうなんか変わっていくような感じのコーヒー3種類作っていただいて、これはでも、もう代表の1種類、難しいな。 A ですね。え、ちょっと待ってください気軽に飲むことができませんかどうしよう、本当にどうします。1周年記念でもうスペシャルですから、いわゆるこの今後1年のスタートのポイントになるまたものすごいもう重圧が分かりました。まず2種類に決めます。 A か C にします。なんか A と C に何かこの僕は驚きを感じたんです。すごくこのどっちかにしたいんですけど、どうですか、どっちがいいですかそれはもう代表の代表の独断と偏見で、僕はもう決まりましたよ。おえめちゃくちゃ追い込んでくるやん決まりました。はい、すごいなんかすごいっすね、絶妙なこうタイミングと、もうねコメントがもうさすが芸人さんですね。さすがです。何の話してるんですか僕も決まりました。お A か A か C か C ですね、はい、せーの A。 え両方さしてるやん。え、マジで言ってんの。え、マジで言ってんの。いや、やばいの、それは迷惑で。ダメよ、2種類って無理ですいやいや、僕全然大丈夫です。えぇ、わがままいやでもこれはすごいよ。1周年記念でめちゃくちゃスペシャルなこのラインナップになりましたよ。コーヒーってこんなに味わいが違うんだっていうのをはっきりと示せる2種類、ブレンドの世界を知ってもらえるきっかけになると。確かに本当にブレンドならではのなんかこの味の変化の感じとかっていうのがあるような気がしますね。つうことで。すごい。いいですか、本当に。本当ですよ。あざます。ありがとうございます。A と C の2種類発売ということです。ありがとうございます。すごい。やったー。